今日は小田急線の海老名駅に来ております。神奈川県ではね、発展が目まぐるしい場所でありまして、このようにねタワーマンションなども数多くね新しく建ってきております。今回はここからね小田急の特急ロマンスカーを除く種別で最も速い快速急行に乗っていきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。さあ奥からやってきましたのが快速急行ですね。快速急行は全ての列車が10両編成で運転されています。ん？なんか書いてありますね。あれこんな色の電車あったっけな。いやおかしいな、初めて見ました。そう、これは2024年、つまり今年の6月から運転を開始したモコロンというね小田急のキャラクター、公式キャラクターのラッピングがされた編成です。1編成しか走ってないやつですね。もともとは前面部分だけの装飾だったんですが、リニューアルによってこのようなとてもカラフルな編成になったようです。運転台にも置かれています。さあ海老名駅を発車です。ここから先停車駅は相模大野、町田、新百合ヶ丘、上戸、下北沢、代々木上原、終点新宿です。隣の相鉄線にも JR 相鉄線直通列車を開しまして、海老名新宿間では競合が行われています。とはいっても小田急がほぼボロ勝ちしてますね。シェアは8対2くらいというのが実感として感じます。上を走っていますのは相鉄厚木線です。この 2,3 年で一気に小田急線のホームドアの整備も進んできていまして、相模大野駅も小田急ロマンスカーに対応したホームドアを設置されています。またこの先折り返し線が設けられていまして、江ノ島線の各駅停車が主にこの路線路を使用し折り返しを行っています。町田駅は東京都に属しています。なので小田急小田原線はこれより東京都に入るわけです。一旦東京都に入るという方が正しいでしょうか。さあ小田急町田駅が見えてきました。小田急町田駅は小田急線内では新宿駅に次ぎ2番目に乗降客数が多い駅になります。もちろん町田という繁華街自体も大きな町なのですが、それに加えまして JR 横浜線と乗り換え中がかなり大きいと思います。あちらが JR 横浜線の町田駅です。この町田駅もついにホームドアが設置されました。時代の流れを感じます。町田は東京都なんですけどもね、
神奈川県のバス事業者、神奈川中央交通カナチューバスが運行をほとんど行っています。またこの町田駅にも相模大野駅と同様ですが、少し短い6両編成専用の入れ替え線が設けられていまして、日中は小田原線の町田発着の急行電車の折り返しを行っています。20分おきですね。さあ、まもなく新百合ヶ丘駅到着ですが、お、なんと待機線に入りました。6番線に入るんですね。快速急行といえばね、ロマンスカーを除いて最も停車駅が少ない速達タイプの電車です。なのになぜか待機線に入りました。もしかして特急ロマンスカー通過待ちでも行うのかな。いえいえ、そんなことはありません。この電車は終点新宿まで先着です。では何があるのでしょう。そう、答えが目の前です。多摩線からの急行なんですね。多摩線からの電車は新宿方面のホーム、この5番線にしか入線することができません。そのため、こちら町田方面から来る電車は待機線に入ることになっていたわけです。さあ、新百合ヶ丘を出発です。次は上り戸になります。新百合ヶ丘と上り戸は神奈川県川崎市に属しています。再び引き上げ線がね、現れました。小田急ではね、このように引き上げ線がある駅がかなり多いです。この駅は向ヶ丘遊園駅ですね。神奈川県多摩区の駅です。地下鉄千代田線からの直通列車はほとんどがこの向ヶ丘遊園までで折り返していきます。ラッシュ時間帯になりますと相模大野駅や本厚木行き伊勢原駅なんかも運行されています。上りと向ヶ丘遊園間は上り線のみ2線設けられていまして、小田急では唯一の3線区間となります。全国でも、ね、かなり珍しいのではないでしょうか。また2018年まで現在乗っている快速急行は上りと駅を通過していました。つまり新百合ヶ丘の次はもう東京都23区下北沢だったということです。現在は乗り換えや南武線との接続の需要も考慮し、上りと駅に停車するようになりました。
代々木上原の月は終点の新宿です。地下鉄千代田線、少しの間ね、小田急線と並走します。このように地上間を走る部分があるんですね。まあでもすぐに地下区になってしまいます。まあそりゃそうですよね、地下鉄ですから。地下鉄千代田線は始発と終点の駅両方が地上駅となっています。代々木八幡駅です。かつてはものすごく狭い相対式の、ホームだったんですけども、リニューアル工事によって島式ホームとなり、より安全になりました。しかし相変わらずカーブはかなり急です。三宮橋駅を通過です。この三宮橋駅は小田急線からの明治神宮への最寄り駅となっていまして、駅もかなりね、駅を意識した良いね雰囲気のものとなっています。さあ、ここでなぜか線路が二手に分かれました。おかしいですね、複々線間はもう終わったはずなんですけどもね。ここは前埼京線徒歩企画の時にもね来た場所です。そう、新宿駅実はね、快速急行、急行、特急と各駅停車で使うホームがね分けられています。目の前の線路は中央総武観光線の三鷹方面の線路ですね。奥には成田エクスプレス等が使用する新宿駅の特急専用ホーム5番6番線も見えています。中央総武観光線に併設するようにこの中央ホームは敷設されています。基本的に2番線は特急ロマンスカー専用、3番線と5番線は快速急行と急行の乗車専用ホーム、そして4番6番ホームが降車用ホームとなっております。ということで終点新宿駅に到着しました。いや、いかがでしたかね、快速急行。ここまでね、停車駅の少ない列車をね1時間6本も走らせるっていうのはね、なかなか珍しいです。あとはね、京王線ぐらいじゃないかなと思います。皆さんもぜひ一度乗ってみてください。ということで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。